はいどうも、えらい店長です、えー。今日もですね、えー、今日のヒロシということで、毎日ネタを提供してくれる、えー、存在ということでですね、えー、もう本当に、えラ店ヒロシチャンネルとかね、ヒロシ企業チャンネルとかね、言われてますけれども、やっていきたいと思います。ヒロシ氏がですね、 大変ありがたい解説動画を上げてくれてですねそれがあまりにも、えー、むちゃくちゃで面白かったもんですから、えー、この解説の解説をねしていきたいと思いますまあヒロシが言うにはね、えー、こう Z リーが逮捕されたのはこうなんか警察が今まで非合法合法だったものを非合法にしていて、えー、警察はなんか誰でも逮捕できて、えー、この暴露系インフルエンサーを潰そうとしていて俺もその流れになって、えー、なんかやられる でも、やり、やり返せないみたいなね。やり返すと捕まっちゃうみたいなことをね、言ってましたけれども、そんなことはないから。あそんなことはないから。でね、じゃあね、お前にやられてね、やり返してる。俺はなんで捕まらないのって話でね。え、なんかやられたら粛々警察に行くしかないとかなんか言ってましたけれども、なるほど。君はね、え、逮捕を恐れて、俺に反撃してこないわけかというふうに読み取ったわけですけれどもね。うん、まずね、その、警察が、こう、合法なものを、 非合法法にするととといいいううことはできない、えー、でききななねね青、えー、のフ言ってたと思うんだけど、ね、私も別にその法律専門家じゃないけれども、法律による行政の原理ってなってね、行政活動っていうのは法律の受験がなければ、こう、まあ、できないというときにし、あの、侵害理法制とかってね、言いますけれども、その、なんていうんですか、えー、国民の権利を縛ったりね、えー、義務をこう、 追加したりということは法律の根拠がなきゃできないんだよということで名誉毀損とかで、ね、逮捕するとかっていうのを法律の根拠に従ってやってるわけだよね。適当に検察がねあ、お前逮捕お前逮捕とかやってるわけじゃない。そのながはできないわけで。 で、その法律の根拠ではどういうことかというのはもちろん条文があるんだけれども、まあ、判例だよね、えー、判例によって、そのこういうことはアウトだ、こういうことはセーフだということが決められるわけで、で判例に従って君も有罪に,、えー、になったわけだねで。それは君に文句言ってないわけじゃないえー、それは別に控訴もしてないわけだし、上告もしてないということになるわけだから、その罪を認めてね、こう、<laughs> あすいませんでしたと言って、罰金払って出てきてるわけじゃんか。ね。うんだからそれ、でまあその名脈損っていうのはどういうものかっていうと、 何ですかえっ、ー、と、公然と事実を敵視し、他人の目を傷つける行為ということですから、えー、でそれをしてね、事実を敵視して、ま、誰,誰誰かなんかね、えー、こんな悪いことしてたみたいなことをこ言ってですね、それが事実か事実じゃないか関わらず、その公共の目的、 え、なくしてね、それをやったら、こう、名脇存在になるということで、まあ、君はそれをやったわけじゃない。元カノに支援で、こう、誹謗中傷したということで、ただ、それで法律に従って、ま、粛々と逮捕、刑が執行されたということなわけであって、その、警察のね、その、さじ加減で君が逮捕されているわけではないから、ね、被害届け、刑事告訴に従って、捜査をして、まあ、これはその、判例に従って、えー、こう、なんですか、あま、あこの、 ユーザーににえるというふうふ、まあねえーねえー、警察の逸存でね君の有罪が決まったわけじゃないでしょ、うん、警察が、ね、好き勝手やったのか、うん、検察も起訴したし、えー、裁判所もそのように罰金の判断をしたわけじゃんでそれに君は文句を言ってないわけだよねだその警察の陰謀だとかっていうのはもうちゃんとおかしい話でね自分でも気づいてんじゃないか気づいてなかったら相当やべえけどなうん ということが、まあ思ったことだよね。えー、だからその、なんか、今回思ったのは、ね、なんか俺に今反撃してないじゃん。黙りくくってんじゃん。で、それはね、俺にビビってるからなわけだよね、正直ね。なんだけれども、それをなんか、その、今反撃すると、まあより、 あの、怖い国家に潰されちゃうから今はその時じゃないんだとか言ってね、誤魔化して反論できない、グー,ののグーの根も出ない自分をね、誤魔化しているんだなということを思ったわけですね。まあ、ヒロシはね、今日も可愛いなと思ってね、えー、思うわけですけれども、なんかね、その、これからも制御やっていかなきゃね、頑張らなきゃみたいなこと言ってんだけどね。えー、じゃあね、今までのことをちゃんと謝罪してね、間違ったところ直して、で、これは警察の陰謀だとか言ってたら、それね、制御なんかつけないよ、お前。うん だって今誰、君のことを助ける人が誰がいるいないだろう。うん。だってね、その、苛烈な名誉毀損をしておいてね。で、罰金も払っておいて。で、これは警察の陰謀だったんだ。なんて言ってるやつ、まともじゃねえから。ああ。どんな仕事もできないだろう、普通に。で、現にできてないだろう。金なくなってるだろう、どんどんね。だそれはね、もう何度も言うけれども、自分が間違ってましたということを、心の底から、あー認めて、えー、一歩ずつ、こう、 なんか、迷惑かけた人に謝っていくことでしか回復できないんだよな。だからね、今はちょっと時期じゃないから制御に戻んなきゃ。そのなこできない。うん。だからね、お前はどんどん追い詰められていくし、まあ、正直ね、なんていうかね、あのー、まあ、こういう言い方するとなんか、うん。 まあ結構用語が悪いよね。ああいうタイプはね、本当に。うん。俺もなんかああいう人間見てきたけど、要するに周りの人間から金借りまくってね、飛んじゃうみたいな人間見てきたけど、本当に用語が悪いね。だんだんその周りの人間がいなくなっていって、さらにやばい人間とばっかり付き合っていって、さらにやばい人間から金を借りて、ええー、こうなんですかね、えー、そのさらにやばい金が返せなくなって、なんていうかね、ええー、そのやばいことばっちゃうみたいなね。いうことよくありますから、まあそう、 なってほしくないのかななってほしくないなってほしくないのかなうんなってみないと分かるんないけれども、なんかそういうようなね、その、なんていうか、流れになる感じもすごい見えるからね、えー、まだ引き返せるのかまだ引き返せるのかこれはまだ引き返せるのかよくかんないけど <laughs>、えー。まあなんか見てて、まあ哀れというかね、えー、まあかつて一応ね、えー、まあ動画一緒に撮ったりしてた中としては、こう、哀れ、えー、ということになってしまいますから、なんていうかね、 本当しょうもない話題でこうなんか8分度が超えようみたいなのもすんごいしょうもないしさまあまあいいんだよね本当に、うんまあ、頑張ってくれよ、うんまあ、今日のヒロシは続いていくから、うん、永遠に。